1年生の皆さん、入学おめでとうございます。皆さんと共に学園生活を送れることを喜んでおります。ちょっといい加減にしてくれる？あなた一人のせいでクラスの平均点が下がっているのよ。少しでいいから他の人を見習って真面目に勉強しようとは思わないの？迷惑なのよ。学園のみんなにうちのクラスのレベルが低いと思われるでしょ。あなたみたいな怠け者に足を引っ張られたくないのよ。どうかしたの、藤井さん。
クラスメートに悪影響があるのがわからないのかしら。勉学は切磋琢磨するべきものよ。あなたのような生徒はみんなの士気を下げるわ。仮に誰かの成績が下がったとしましょう。自分よりはるかに成績が悪い人がいれば安心してしまい、努力を怠ってしまうかもしれないわよね。この三月学園は知性の高さ、具体的には偏差値の高さが評価されている学園なの。レベルを落とされては困るわ。ひどい状態が続くようなら退学してもらうべきかしらね。大丈夫？虫が止まっていたわよ。ともかく猛省して真面目に勉強に励むことね。自業自得よ。Thank you.
別に暴力を振るわれているわけではないのでしょ。それよりもあなた自身がもっと努力をすべきじゃないの。先日のテストの結果もひどかったわよね。授業で何度も何度もテストに出ると強調したでしょ。ちゃんとノートを取っているの。しっかり勉強をして結果を出しなさい。そうすれば周囲の生徒たちを見返すことができるでしょ。